下から先生原価3円だけ、ね、ごめん俺も落ちちゃった、なんか間違って、ありそうなことわざ対決、それっぽいはいはいはい、ないけどってことです。そうです、作れば、あったらもうアウトです。加熱せずに冷ませ、急がば回れみたいな、そう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 、加熱すればいいって思ってたけど、そうでもないよと、視点を変えろってこと、うん、小鳥のささやきは水まで水まで、水水ってなんですか、うんうん、水だからそこ追求しちゃダメなんですね。ありそうありそうだから、そう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 、ヤシの木1本、実が2つ、おー、うん、最悪だよこれ。あ、下ネタこれ。キントマレーサーが反応した。うん、悪いけどね。このね、キントマレーサーすごいよ。うん、すごいよ。これどう？痴漢と一緒だよもん。どうなんだろうね。すごいビンビンだね。そう、ビンビンだよ。こっちはさ、いろんな意味でよ。シチュエーション欲しくないですか、こういう時に使うこと。あ、はい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 、じゃあ東大、うん、編集が間に合わなくてでも気持ちだけは言ってるよっていう、ああ止まっちゃったマグロみたいな、これだわ、うん、マグロってさ、うん、生きて、あの、そうそうそう、動いてないとさ生きられない、ずっと前だもん、そう、うわごめん、ありがとう、すごい、ありがとう、じゃあこの辺でいいですか。あ、俺もないですか。ああ、お願いします、お願いします、ぜひTP の亡くなった恋キング、あそこでさ、くつろいでるギャル、うん、どうなのかなって実力、うん、気になった、確かにね、うん、いいんですか、うん、再立義にして李屍三頭やりきれこっからどこ一単語で笑わせた人が勝ち、ああ、むちゃくちゃ強い、うわ、うち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 勝てる、あ、今勝った、いや、いや、イボジ、ちょっと待って待って、ストレートすぎるかな、あ、そう、うん、でも笑ってたよね、いや、なんか顔出してたよね、いや、かわいそうなんだよ、そうだ、絶対そうだ、うん、あ、いいよいいよ、あ、じゃあ、あんたは、私、うん、金輪際、マカロンティーヌ、それは言い方や、うん、そうだから、え、なんでそう、そうよね、釣り竿とかあるから、そう、え、やだね、やだ、すぐ下ネタ、一回挟ませてください、あ、オッケー、はい、のど仏弱い、うちがまだ弱いわ、本当、うん、のど仏弱い弱い、なるほどなるほどなるほど、でもいいとこつきついてるわ、いいんですか、本当に、うん、頭上がんない、親指言い方なの親指奥歯親知らずスムージー蓄膿症好きな女性のタイプとかそういう話しないんですか2人、女性のタイプとか、これあったの2回目なんですよ、そうです、今日、あ、じゃあ仲悪いじゃん、仲悪いんですよえ、じゃあいろんな方にお会いしてきたってことですよね、そうですね、どれぐらいイケメンですかこれ、そんなカルマさんですか、はい、下から下からやばいだろ普通に、え、マジでやりますか、うわ、終わった、次も撮影でお会いすること決めましたちょっと待ってください。あと5秒ください。5秒。5秒。まだ黒。5。5。うわ、待って。5。5から進まんで。いいですか？オーケーです。ダメなやつ、ダメなやつ、マジ頑張った、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ごめん、こんな仕事させちゃって申し訳ない、うわっ
え、お姉さんどこから来たんですか？あ、私ですか？はい、私あの東京のから来ました。はい、なんか一緒に乗ってましたっけ？はい。あの今日実はちょっと愛人探してて。あ、愛人、あ、はい、奥さんはいらっしゃる？あ、いらっしゃる。あ、ちょっと良くないですね。そう、置いてもらっていいですか？うわ、ちょっと置いてもらっていいですか？置いてもらっていいですか？逆に王道すぎてダメ。ガチで言いそうなこと。え、じゃあせーので好きなコンビニ言おう。どどどどどど、大人の合コンとかでも言いそう。うわーうわー。え、朝のっちパイセンはどう思う？今普通に聞かれたかと思いました。あ、嘘。あ、逆に逆に逆に、うわ最悪。うちが聞きそうだったってことだよね。じゃあうわだからね、西が言いそうなこと。あー、なるほどなるほど。今のは、あ、今だったら言うでしょ。だったら言うでしょ。じゃあ西が言いそうなこと選手権やろう。じゃあうち判断する。それはさすがに。え、うちも決まってる。決まってる。まあ相方だから。うそ。あ、最後に。うん、いけいけいけ。これ原価3円だべ。言いそうなこと選手権。整ったやついる。偏見で、もうど失礼でいいみたいな。もうど失礼。OK です。
あ、見て見て見て、ハゲ取った、ハゲ取った。すごい、すごい、すごいんだわ。うわうわうわ、いやもう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 強いわ。もう牛が今言おうとしてたのは、そんなさらっとさらっと言った負けだから。うん、島村でも実際いいやつある。探せある。強いな。でもよかったよ、いい線いってる。いい線いってる。いい線いってる。うち自分で考えたのは、うん、これ賞味期限切れてんの。大丈夫大丈夫。いける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 。傭兵消食、体重聞いた？改めて測ったの、うん、48。えうちより軽いよ。あの体重計がおかしかった。いや、おかしくない。え、彼女とか何て言うの？43、4とか。うん。私はだって彼女より全然軽いっていうパターンもありますよね。で、後ろ部屋使ったら彼女より重いんだよね。付き合う？付き合います。理想系は？わかんないんだけど。身長何センチで何キロぐらい？180センチ。180？ それ女性で言う A カップだぞ。175以上。今敵に回して175以上。理想でしょ。だってもう俺は理想理想理想よ。別にいいじゃん、いいよ、片足を。そっちだってなんか C カップ以上とか言うんだろ、どうせ。175以上を65キロ以上。脱落だ。こんにちは。170センチ以上を体重わかんないの。最初結構100キロいってなければ何でもいいの。あ、わかるわかる。48以上100メガンで。良平の理想は？それこそ体重が分かんないな。じゃあ何センチ何カップでいい？ああ、何カップ？155以下。5以下？自分が170だから20センチぐらい下がった方がいいのかなと思う。なるほどね。だいぶあるね、20センチって。155とか50とかで F カップ、 F カップ。なかなかいねえよ。じゃあ良平の想像してる F はどのぐらい？いらないよそんな。良きタイミングでどうぞ。ごめん、あの夕日に向かって走るんだ。はい、行くぞ。ドッツ村さんのチャンネル運用で来ていただいたと思ってたんですけど、今日朝は何時に起きて？6時ですね、はい、今がだいたい4時なんで4時半4時ぐらいで、今日のこれは話、はい、マジ言ってんの？え、ガチ？今日のは企画。おはいい、入念すぎんだろ。ちょっと待って、ちょっと待って。で、俺らがいるのはミス。何も俺らがミスなんだ。一生懸命になっちゃった。一緒に入っちゃったの。追っかけなきゃ。
ごめん、俺も落ちちゃった、なんか間違って。僕も落ちちゃった。4人落ちたから。4分の2落ちました、カメラマン。ちょ、待て待て待て、この穴コスパいい。やばいよ。いや、僕いけると思って左ずっと走ってたら、視界が真っ暗になって。やばい、いける？車にあるかな。めっちゃ面白いそれ。めっちゃ面白い。え、いいですか。気持ちの、しわくちゃのハンカチ。もう使ってないですよ。うちの事務所のスタッフさんが心配だから、こうやってついてきてくださってるんですよ。ここね、この人ね。うん。だけど、俺の速さについてこれるかな。ちゃんとついてきてる。ありがとうな、我がスタッフよ。まびっこいよ。よし。お前、お前、お前。お願いします。了解です。どうすん、どうすん。
だって青木もうちらの一個下だからね。そうだよ。それより気持ちなんですよ。え、出会った時27とかだったの？27とかだよね。え、じゃあ結構長いんだよ、うちらも。そうだよ、もう丸3年、3年半ぐらい経ちましたね。たった経った。気持ち31やばいね。やばいし。なんかやばいね。なんか信じれないな。信じられないよね。でもなんか本当に変わんないね。変わんない。出会った時変わんないの？変わんない。老けないし。うん、若返ったまであるもんね、ちょっと。確かに。肌プリ。肌プリ。うん、肌ツヤしてるもんね。肌プリ。肌プリ。気持ちはちなみに、どうなんですか、最近は。え？なんかあんの？パソビビっていう。パソビビって。何？結構ステップ高い彼女が。あ、パソビビって、パソコンですか？はい。あー、ね。ちょっとクソつまんないこと言う。ね、パソビビってあるね。何にかけたら、そのビビは。スキピカ？カリピピとかだけど。パソピピ？何それ？パソピピの方が良かったよ。理解に時間かかったんだ。本当だよ。なんかそういうマッチングアプリみたいなのあんのかと思ってパソコンでやるみたいな。ねえ、そう。なんか、そう、編集者好きの女性が集まるみたいな。大型な技術職をね。それあったら確かに。持てるよ。確かに、絶対持てるよ。ツートップで持ってるよ。絶対切る。わぁ、すごいエフェクトかかってる。いちいち。このエフェクトすっごい。2個重ねたり。木本さんが作ったんですか？すごい。誰かデカビト飲みたい人います？私これ。ありがとうございます。あ、大丈夫です。飲みたいです。ありがとうございます。よしよし。ありがとうございます。あ、大丈夫です。優しい。ネイルの心配されてない。私先輩されたことないですけど。あれあれ、うん、されたことない。あれ、そうなの？そう、ネイルしてるの。そう、ネイルしてるの。今ギリなんか軌道修正したよね。ネイル大丈夫ですか？足がマジで超臭いですよ。あなた、はい、分かんない。分かんないでしょ。そんなヒゲしないでください。ヒゲしないでください。ほんますか？みんな臭いよ。いやいや、そんな臭いよ。え、多分この体調で嗅いだら聞いちゃうかもしれない。ほんますか？マジで分かんない。分からん。ほんますか？あ、臭くない。臭くない。あ、臭くない。ほんとですか？ほんとに？お前臭ない。気使った。気使ってる。全然臭い。全然臭い、ほんま。マジで、普通に。ごめんね。ちょっと、俺何や。あ、臭くない。ね。臭くないよね。臭くない。ほんまに臭くない。バラソンしてこうの。マジでマジで。なんかこう、シュワシュワってしてるの。なんか、なんかこう、シュワシュワって。なんでしょ。秋の並木道みたいな匂いする。イチョウ並木の。測るの？測ってた。終わった。序盤から崩れたか。終わった。この大男。さあ、その長い足を使っていく。使っていくさあ、コーナーに入った。コーナー入った。おっと、食い込んでる。ピンと大丈夫。大丈夫か。でもなんかフォロワー8万人いそうだよ。
取り巻き、取り巻きなんだ二人は取り巻きだったんだうわ、でかでかくね毛虫、毛虫かな、うわ、もっと冷たい、超キモい、早く、いなくなっちゃう、待って早く、早く、早く虫の中から持ってきたんですいませんすいませんうわ、なんか毒とかないのかな、怖いですね、こいつは多分ないどう何を根拠に何を根拠に今言ったんですか、えおい、何してんだよ、吐く吐く、すいません、うわ、キモい、マジでこれもう手で寝てる時とかにさ、本当にやばいよね、口すぎなってる、うわっあ、もう死んだのかな、死んだ時か、もしかしたら死んだふりしてますね、何言われそう、なんか言うんですよ、さっきから帰るとか、マジ言ってる、あー、お、プールね、プールにあるけどさ、何ないでしょ、ケイリオさん、すいませんあ、これケ、で、電源切れた、あ、切れた、ついてるの、これついてます、うわっ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 、飛んできた、ケイリオさん、うわっね、もうこっからは男の子やなもう男の子やなこっからはもうどっち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 ですよね、毒あるかやーやもう本当に結構あれなんで、うん、手を上げたんです、集中、よしよしよし、マジマジ大丈夫、ガチで、お前ガチで本当にやめろ、毒あるかもしんないから、ふざけんな、これ以上驚かした、なんか片付けみたいに、なんかめっちゃ困ったの、うん、生きてんのかな、あ、死んだかな、来ました、オッケー、よしよしよし、よしよしよし、よし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 よ、進め、一回、進め、これ、何進めましょう、いけ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 、それは本当にちゃんとあの離してあげてね、こうビニールでちゃんと、うん、どうしたの、どうした、いや、本当だからってタイミングなんだよ、こうタイミングとね、こうあと、もっとやるなら大きな声、そう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 、うわぁあぁ、ちょっと痛いね、今の痛いね、今の痛いよ、今の痛かった、絶対折れたんじゃないのちょっと頼む大丈夫、ガチじゃなかったでしょ、なんでおかしかマジで痛い時のでも笑顔を絶やしちゃいけない気まずい思いさ、大丈夫あんたもう、なんで引き戸なのに、うん、どうしてそういうことが起きたのもうちょこちょこちょこ、この辺でいいですよ、うんうん、もうどこでもいい、はい、処理完了、オッケーオッケー、よしよし、じゃあ速やかにごまかにして、よかった、マジナイスファイト、ありがとうございます、まだいた気迫だよね、まだいた、そう、まだいた全然気迫、うわー
くれる。